皆さんこんにちは。9月29日、中国と日本が国交を結んで50周年になるということで、日本あるいは中国でさまざまなその行事が予定されております。日本でもそうそうたる方々が実行委員会を作り、福田康夫元首相、二階元幹事長などをはじめとして日本のそうそうたる方々が当然ながら名前を連ねております。で、日中国交50周年ということ自体は、歴史の一つの節目として、お互いに反省すべきこと、そしてそのこれから先、さらにそれこそ本当に真の友好親善を促進するために何をすべきかということを考えるきっかけとしては素晴らしいことだと思います。そういう意味ではその50周年ということもお互いに大切にして過去をきちんと見直すことの意味では大事だと思います。今回のことで私個人的にはちょっとやっぱりさすがに中国というか、結局その鳩山由紀夫先生の名前はどこにも見当たらなかった。少なくとも私は見てないです。ですからやっぱりですね、あんまりその使える価値のない人間というのは北京政府というのはチリシのように便利な時は使うけど、そうでない時はポイ捨てする、そういうことをやるんだなということを思いました。同様に日本の人たちも、やはりですね、今の利益だけを見てやってるなというようなことも思いました。今回はホテルニューオータニで、日本それから中国からは聞くところによるとそれほど偉い人が来てない、あるいは来る予定がないような気がします。今のところ私が聞いている範囲では、副首相級の人間が来るんじゃないかなと言っておりますけど、こういうことも、中国がどれだけ日本に対して、今重要視しているかということの、一つの多分バロメーターみたいだと思います。また新聞等によると日本はこれをきっかけにしてもう一回中国と仲良くしようと、できれば習近平と岸田首相の首脳会談をやりたいというようなことも聞こえてきます。もちろんその安倍元首相も中国をできるだけ国際社会に引っ張って、そして国際社会のルールを守ってもらおうというようなことをやりました。そういう意味では日本が首脳会談をやるということは重要だと思います。しかしもう一歩考えてみると、11月にはG20 の会議がインドネシアで開かれるわけです。で、この G20 にインドネシアの大統領はすでに習近平とプーチン大統領を招待しておりますし、そしてこれらの独裁的な人物、はっきり言えば自国において人民を弾圧している独裁者が出席すると、これに対して、バイデン大統領はプーチンを呼ばないようにいろいろ働きかけをしていたと思いますけれども、結果的には主催者の権限ですから出席すると。で、そうなった場合に例えばこの前 の外務大臣の会議で中国の王毅外務大臣は完全に林さんを無視しました。
で今度もおそらく場合によってはバイデンを無視するようなことがあるかもしれません。でこういう時に同盟国である日本はやっぱりアメリカに対してこれそれこそ頼れる信頼に値する同盟国の首脳として日本に対する期待もあると思います。でそのバイデンさんの立場を考えてみると少なくても、この G20 の前にですね、日本が首脳会議やるということもいいかどうかちょっと考える必要があるのではないでしょうか。友情というのは片方だけではなりません。お互いの気持ちが通じ合って友情です。そして同じようにこの同盟というのもお互いの信頼関係をきちんと保つことによって信頼し合える同盟国になるわけです。ですから日本の方私は個人的には、今の日本の国家安全局長ですか、秋葉さん非常に有能な人だというふうに、知り得る情報から見ると思っていますけど、この前北京行って日本の新聞では日本の EEZ 内に中国のミサイルが2発も飛んだことなどについて抗議をしたと言うべきことを言ったということになっていますけど、私が見た中国側の報道によると逆に台湾の問題を含め内政干渉するなというようなことでさまざまな面において中国は日本に対して忠告をしたというような報道の仕方です。7時間ご一緒に過ごしたようですけれども、ただこっちから行ってここから一方的に言うべきことを言うということは多分子どもでもですねある意味でメッセンジャーとしてはできると思います。大事なことは向こうが言ったことに対して何を言ったかということ、それが大切だと思います。そういうことについてはどれだけ反論したかはよく見えないですけれども、逆に見えてくるのが日中友好50周年を成功させ、そして日本と中国の関係を改善するということですけど、その改善するためにはまず相手から相手のいろいろ間違ったことを直してもらわなければなりません。そういうことをきちんとやった上でやっぱりその関係改善ということがあるわけですので、その辺もですね私たち国民としては今後岸田内閣がどれだけ毅然とした態度を示して、そしてそのお互いに対等平等に基づいてこれから先歩むかということが今後の日中関係において非常に大事だと思います。そういうことをちょっと今日は申し上げたいと思いました。時間になりましたので以上で終わります。ありがとうございました。